今朝日食品の皆さん踊り子さんが入ってきていらっしゃいますが、踊り子さんは全員女性というチームになります。踊り子さんの後ろ姿ちょっとねご覧いただきにくい方もいらっしゃるかもしれませんが、黒いおリボンがついていますが、さあこの黒いおリボンのようなものは何でしょうか。はい、ありがとうございます。よくぞ聞いてくださいました、これはですね、高知の大海原を優雅に泳ぐクジラをイメージしております。オランクのイケニャということでね、よさこい節にも入っていますが、さあそしてまといのようなあれもクジラの尻尾ですね。はい、そうです。今年のテーマは咲き踊る朝食時の声ということで、大海原を優雅に泳ぐクジラをイメージしております。この会場を一瞬にして海に、美しい輝く大海原に変えてご覧に見せます。さあそれでは高知の雄大な海を優雅に泳ぐクジラをとくとご覧ください。朝日食品の皆さんです、どうぞ。皆さんこんばんは、朝日食品でございます。踊り子のみんな、舞を届ける準備はええかね。はい、準備万端のようでございます。それでは参ります。咲き踊る朝食時の声、そうや
高知に広がる大海原をご覧いただけたでしょうか。朝日食品の皆さんでした。ありがとうございました。